今回は中仙台とかいうパワーワードで切れる高氏に対する読者の反応を紹介します。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではどうぞ。あの顔でんーんはちょっと笑う。うるさい。人間一人あんなアクロバティックな殺し方するの化け物の同様の方に見えちゃうんだが、どっちのつもりで書いてるんだろう。また、若君がラスボスから人間の同様引き出したな。今回のは人間の同様ではなくない？そうだね、坊。高氏、鬼は見下してる奴にしてやられるのが嫌なのか、小物だな。魚の大骨がめっちゃ刺さったら誰でも嫌じゃん。ワームテールみたいな顔の中級貴族で草、ちゃんと地雷踏み抜いてて偉い。久々に高氏やモロナオたち見れて嬉しいわ。相変わらず高氏は化け物だけど。高氏人間に近づくどころか離れてきてないか？今回のは高氏が人間に近づいてる描写として意識してると思うけどな。中仙台はもう完全に高氏の地雷ワードだな。中仙台とかいうパワーワード、作中だけですでに二人の無実の人間がぐしゃられてるのひどい。これを若たちが知れたら中仙台連呼し続ける人たちを用意する策を考えられるだろうなというくらいには効果すごい。天皇とか家族以外なら大体殺しちゃうのでは。中仙台ワードに切れる、ぐしゃるを繰り返してたらそのうち弟に現場見つかって弟にドン引きされて高氏が人間として動揺するんだ。弟が見てないのが偶然なのか、偶然弟といる時はそこまでイラつくことがないので、高氏がわざと見せないかで変わるよね。偶然にしちゃもろなお、動揺が飽きてる描写あるのが気になるんだよな。愚者は日常茶飯事になってるのかもしれん。その場合意図的に弟には見せてないとなるのか。もし隠していたのなら弟に見せてしまうとしたら珍しく高氏の勘が外れた時なんだろうね。モブ貴族に興味ない描写だと思ってたけど飽きたって描写でもあるのかなあれ。ずっと中仙台でイライラする高氏、器がでっかすぎて全部含んでるんですよと隠すの気に説明させた割にはむしろ普通より器小さいようですが、という気持ちにもなる。だから器大きい高氏には勝てないから器小さくしてやりましょうって話では？器を小さくしてやるとかじゃなくて高氏が自発的になんか知らんけどずっと中仙台でイライラし続けてるのがさすがにしつこいって言われてんじゃね。中仙台とかいう見てる我々は、って気持ちにさせてくれるパワーワード、これから何人のモブが中仙台スイッチ押すことになるのだろうか。一人目は腹を裂かれ、二人目はサバ折りか。次はどうなるんだろうな。あとほっこりしてる時のモロナオと同様が退屈してるギャルで笑った。人間の動揺を引き出すためには一番効果あるしね。高氏的に中仙台の何がそんなダメなの？秋家とかにも負けてるし五代後にも逃げられてるやん。この二人と違って格下に見てたせいじゃないかな。五代後は敵対した時高氏がパニックになってたから認めてる部分はあるだろうし、秋家は三馬が話してたから陰ながら不明はあったっぽいからな。あとはまあ歴史的にも五代後北畠秋家と北条事業じゃネームバリューにもすごい差があるくらいだし、同列に見れないのも仕方ない気もする。秋家も五代後もスーパースターじゃん。でも若みたいな高氏が顔も覚えてない滅びたはずの北条が気に邪魔され続けたら腹立つんじゃない？対して大事を起こせない子供として見逃した若が盛大な邪魔をしてきて読みが外れた怒りなのかね。書いてて思ったけど八つ当たり入ってるな。楠木屋新田、秋家、五代後天皇みたいなこの時代のトップ勢は高氏も真正面から認める何がしかの強さがあるから負けてもそんなムカつかないんじゃないか。やられたな、次は負けんぞくらいの高氏の主観的にも客観的にも小骨でしかない若にしてやられるのがなんかムカつくんだと思う。高氏ラスボススイッチ入るまでは毎回愛想よく体も使って優しくしているのができすぎる社会人みたいで面白い。逃げ若高氏は社会性自体はめちゃめちゃ高いよね。だから鎌倉滅亡前の若君も抱いてたんだろうし、まあ高氏から見たら2年で忘れる程度の相手だし、今回のモブクゲ程度の関係のつもりだったんだろうが。膝枕したり長く抱擁してあげたりどうでもいい相手でもこれをやれるのはこれ自体は接待でも優しいのかもしれない。ラスボスだし強いし身分も高いのに結構絶対に体張ってくるの妙だけど面白い。イラッとすると殺しちゃうんだけどな。読みを外したのもそもそもよりしげに私も未来見れるんですよって張り合ってやったもんだから若というよりよりしげに切れてんのかな。よりしげが正直恋しくなる。よりしげ便利キャラだよな。よりしげがいないよりも中仙台以降の若を主人公にするのが難しいの方が要因はでかいと思うけど。モロナオもよくわからんよね。同様と知り合う前から高氏の異常性わかってるぽいのけど、鬼や心力の話は全くしないし、なんかいろいろ考えてんだろうなと思ってたら今日デビューして関東の足利一門をバカにし始めたイキリムーブし出してよくわかんなくなったわ。
そこは古今東西結構ありそうなケースで好きかな。田舎者が都会に行ったら地元の人を見下すムーブ。モロナオは人間離れする虫を怖がるのではなく嬉しそうにするタイプ、そうしかわからないな。よりシゲが言ってることが本当ならお気分を補完してたらしい光景である。モロナオはいろいろ知ってるかと思ったら違うみたいだし、あれだけ仲間思いで冷静に本質を捉えられる家長がこんな化け物を間近で見ながらほっこりしてる連中と相入れるわけがないわな。高氏はあれだが、どうよモロナオも大概だろこんなん。どうよモロナオが異常な高氏の扱い慣れすぎてて笑う。さすが友人というのを執事だな。モロナオ同様が女子ムーブって某所で言われてて草。モロナオのネタキャラ化が止まらない。蛮族モロナオこんな書き方した作品初めてやろな。バサラの同様が爪に墨塗るのはまだわかるけど、枝毛の手入れするモロナオはおもろすぎるわ。モロナオと同様のほっこりコマを止めで笑う。中仙台の頃からモロナオも同様も高氏のイラッと殺したに慣れているように見えるが、いつからそうなったんだろうか。ただ吉は絵で怯えているから見てない。京都に行ってからなんだろうか。ただ吉が運よく見てないだけで、実は高氏時代からあったらホラーだが、モロナオはまだしもだが、同様の方は高氏との関係はかなり短いはずだから不思議だよね。洗脳とかもいつ慣れたんだ。つば洗脳時の反応から心力の使い方を教えてる可能性もある理解者なんじゃないかな。高氏以外がやったらドン引きするけど、高氏がやってるなら2回目くらいで慣れてそう。高氏だからなんかやったらいける気がする。で自力で心力マスターしててもおかしくないな。というか仮に同様指導者だと期間短すぎて不自然だし、実話で誰だと言ってたのにマスターするの早すぎないと思うが、彼ならありだな。ただよし今京都にいるが、またしても見逃してるな。やはり意図的か。兄が殺す必要のない人を殺した場面見てたら、たかが絵で怯えないと思う。京都に行ったのにまた何も知らない忠義さんになってるのかな。知力と政治99だから、高一族の不和くらいは感知してほしいけど。意図的だとは思うんだけど、忠義には見せないように気を使ってるのか、忠義がいるとそこまでイラッとしないだけなのかはまだ不明だな。兄力高い高氏だから、忠義の前では比較的優しく振る舞ってるはありえそうだな。二度目の鎌倉凱旋、青野原への出陣までに後の諸冬と出会うエピソードが入ると嬉しいですね。鎌倉への帰還の成し遂げた感がないのは、何回も取って奪われての繰り返しのもあるけど、純粋に鎌倉の地位低下も表してる気がする。鎌倉は確かに北条にとって大切な場所だけど、もう中身が伴ってないしり、一回目ほど若が帰りたがってなかったからかな。ああなるほど、鎌倉の重要性低下も合わせた表現してるのか。こっちの勘繰りなのか狙ってるのかわからないけど、うまいな。結局鎌倉を取り戻しただけでは解決にならないというのを1回目で嫌というほど味はされたからな。みんないいキャラしてたなぁと思ったわ。そしてやっぱ高氏はすごい面白いわ。これで以上となります。次回の動画を楽しみにしていてください。